大港直太郎7月1日から1958年4月27日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。山形県出身。米沢派藩稲尾白組の大港俊介の息子として生まれる。1901年12月、海軍兵学校を卒業。1903年1月、海軍少尉任官。同年10月、 朝霧乗組となり日露戦争に出生。さらに、須磨水雷町に展示日本海海戦に参加した。1906年8月、相模分隊長となり、千葉や水雷町などを経て、海軍法術学校で特殊科学生として学んだ。1908年4月、名は法術町、海軍大学校乙種学生、法術学校高等科学生、 春日砲法術長などを歴任し、1912年5月、海大を卒業し、香取分隊長に就任した。1913年5月、官政本部員となり、須を比叡の、各法術長などを経て、法術学校教官県海軍、水雷学校教官県陸軍重砲兵射撃、学校教官に就任し、1916年12月、 海軍中佐に昇進。1917年2月、イギリス駐在となり、海大教官県軍令部参謀を歴任し、1920年12月、海軍大佐に進級した。1921年12月、春日艦長に発令され、軍令部副艦、山城艦長などを経て、1925年12月、海軍少将に昇進し、第一。 艦隊参謀長兼連合艦隊参謀長に就任した。1926年12月、法術学校長となり、第3戦隊司令官を経て、海軍省教育局長に就任し、1929年11月、海軍中将に進んだ。1930年6月、海兵校長に発令され、舞鶴陽光部司令官、軍令部出資を経て、 1932年12月、対名そして予備役に編入された、米沢海軍部官会会員。ありがとうございます。